この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りいたします。で、あともう一つあともう一人遊びに行った子がいるんだけど、いやこれね多分ね誰でしょうって言ったらみんなから絶対出てこない人なんだよな。誰と遊びに行ったと思う？まあ、遊びに行ったっていうかご飯食べに行っただな。はい、正解ね。愛です。愛です。バカでーよ。アイリスとご飯に行ってきました。そう、実はそうアイリスとはまあワクチンとかねあったりとかをしたんだけど、ちゃんとお話ししたことはそうなかったんだよね。そのアイリスがなんかどういうものが好きとか、なんかどういうことが苦手とか、なんかそういう話とかを全然なんか話したことがなくて、そうなんだけど、ご飯よかったら一緒に行きませんかってっていうことになって、私なんかさ、いやさすがに2人はアイリスもきついかなと思って、でもなんか一応ダメ元で聞いたら、あ行きますって言ってくれて一緒に行ったので、何食べたいって聞いたら、肉って言って、肉好きなんだと思って、2人ですき焼きをね食べに行ったので、ちょっとねホロメンと一緒にすき焼きとか行く、私ね温野菜がめっちゃ好きなんだけどね、チェーン店の温野菜さんのすき焼き大好きなんだけど、2個選べるの、だしつゆがね、で2個選べるうちの片方は私が問答無用ですき焼きにしちゃうのよね、すき焼きが大好きだから。で半分のだしは逆になんかみんなが好きなのにしていいよって私いつも食べに行くときに言うのね。大体でも何だろう、日本の人が好きなのはなんか昆布だしとかなんか普通極みだしみたいなのがあって、なんかそれがすごい多いんだよね。極みだし、圧倒的に極みだしみたいなの多くて、でアイリスはなんかどういうそのすき焼き以外のだしだったら何がいいって聞いたら、豆乳って言ったの。豆乳初めて食べると思って、いいよ行こう行こう豆乳行こうって言って豆乳で行ったのね。豆乳初めてだな、なんかどんな味するんだろうと思ってちょっと感動したよね。なんかなかなか食べる機会がないからさ、でも豆乳も美味しかった。で豆乳になんか例えばどういう系のもの入れるみたいな、なんか好きな野菜とかさ好きなお肉とかをね手当たり次第聞いたんだけど、まあ、とにかく豆腐とかあれなんだっけ、湯葉とか、あと肉、とにかく肉、豚肉美味しいよねって思った。あと黒毛和牛な黒毛和牛うまいよね。めちゃめちゃ美味しかった。牛って基本的になんかあんまりすき焼きとかだと食べないんだけど、その黒毛和牛が美味しすぎてめっちゃすき焼きしてた。私卵が好きだから卵に全部絡めて食べたけど、あとマロニーちゃんとか私めっちゃ好きなんだけど、逆になんだろう、アイリスはあんまりと食べてなかった気がする。マロニーちゃん、とにかく豆腐はめちゃめちゃ食べてたね。豆腐美味しいねって言って、あとあれ野菜とか食べ、あんまり野菜とか好きじゃないのかなとかって言ったら、お肉を、せっかくお肉に食べに来てるからお肉食べたいって言ってて、天才じゃん、その食べ方賢すぎんと思って、ちょっと感動した。うん、そういうちょっとアイリスの好きななんかお肉とか好きな食べ物とかがまず分かったんだけど、でなんか好きな曲とかどういうなんか曲が好きなのとか、どういう歌が好きなのとか、どういうアニメ好きなんとかって聞いたの。そう、何が一番でも感動したかってさ、アイリスすごい、アイリス その日本語力が高すぎるって話なんだけどね、数時間ね、3時間4時間くらいさ、ほとんどもうほぼ日本語
ほぼ日本語を話し続けているみたいな。その全部日本語で話してても、なんかちゃんと理解して返してくれてるっていう、なんかその日本語能力が高すぎて感動したっていう。そうで、私アイリスってさ、歌い方とかなんかその声質かな、声のジャンルというか、歌い方のジャンルが結構似てるんだけど、アイリスの歌ってみんな聞いたことあるかな、あると思うんだけど、あのなんて言うんだろう、裏声で歌わないって感じ。その高いやつとか、あの高音系とか、そのちょっとクリアな上がり方、なんかミックスボイスで上がるみたいな。そうだからアイリスとは結構似てるよねって話を一緒にしてた。得意な、なんか歌い方とかね、似てんねって話をねしてたね。なんか、ま、一緒に歌いたいねとかね、オフとかでも歌いたいねみたいなのとかを話してて、でもなんかさ、やっぱさ、一応ね、あの先輩、なんかデビュー順で言うと私がやっぱ早いから、なんか先輩ってつけてくれるんだけど、なんか先輩ってつけられるとさ、もう直しづらいんだよね。そう、仲良くなった時に、先輩って今後もずっと言い続けると、なんか立てなきゃって思っちゃうから。なんかその先輩ってついてると立てなきゃと思うから、まだその仲良くなって時間そんな経ってないから、呼び捨てで呼ぼうって言ってそう、最初から呼び捨てにしとくと、もうなんか、もうそういうものなんだって思えるから。3期はそんな感じで全員ね、なんかちゃん付けとかやめたんだよね最初に。そう、ちゃん付けもね直せなくなる、なんか恥ずかしくなっちゃうから呼び捨てにで呼ぶの。最初私もアイリスちゃんって呼んでたんだけど、なんかアイリスちゃんアイリスちゃんって言ってるとアイリスって呼ぶことが恥ずかしくなるのと、なんかアイリスも私のことをフレア先輩って言うと、なんか褒めなきゃとかさね、なんか優しくしなきゃとか立てなきゃって思っちゃったら、なんかコミュニケーション取りづらいなと思って。そうだから、なんかこうどつきやすい関係性に今後なれるかもしれない可能性もあるから、あの親しく接しやすい、もし嫌じゃなかったら、あの指捨てで呼んでもろてってなって、え、私も指捨てで呼んでくださいって言ってくれたから、アイリスって呼んでた。びっくりしたでしょ初めてご飯食べに行ったのにいきなりなんか呼び捨てで呼び合って、え、怖ーってなって、いつの間にか仲良くなって怖ーってなったでしょ。そういう経緯がありました。高いですとも、なんかゲームとかもできたらいいねとかって話したりね、どういうゲーム好きなんとかね、いろいろ聞いた。でも結構なんかさ、あの PVP 好きなんだよな。いやでもね、なんかちょっと私考えて、なんか PVP じゃないけど、EN の子もう一人読んで、で JP の子もう一人入れて、なんかマリパとかしたいなと思ってそうちょっと考えている、一緒に遊びたいなと思って、うん、っていう感じでした。萌え萌え